パパッと紹介していきます。秋田にはないです、こういうの。すっごい美味しいです。じゃーん、今回は私の家族と一緒にコストコに行ってきました。いつもコストコで買うこの大量のブロッコリー、味も美味しくてたくさん入ってて最高です。このミニピザは前回買ってとっても美味しかったのでまた買いました。リピートです。すごい美味しかったです。このちっちゃいピザが入ってます。おやつとかちょっとお腹空いたっていう微妙な時間の時によく食べます。チーズとソースだけなのでベーコン足してもいいし、このまま食べても美味しいです。そんな感じで、こんな感じ。ああ、220度で7から8。私の大好きな YouTuber のケビンズイングリッシュルームさんが紹介しててずっと食べたかったので買ってみました。多分秋田にはないです、こういうの。冷凍して、解凍して焼いてもすっごく美味しいです。置いておきます。念願のもも肉を買いました。ちょっと今回はこの一つはこのまま冷凍してみようかな。このまま冷凍でこっちを仕分けます。は今日使います。人参です。長い人参。人参と玉ねぎはコストコでよく買います。今回は人参、玉ねぎも買えばよかったです。1個食べちゃってますが、ドーナツ食べましたね。この青のがね、可愛くて買いました。星がアジって言ったじゃない。ね、星ね。パンはこのベーグルとこの2つにしました。前回も買ったこのイングリッシュマフィン、母と半分こしました。全部ここの半分で切って冷凍保存していきます。
アイスみたいかな。そう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 、アイスみたい。こうやって冷凍しちゃうと解凍するときにここの上だけが硬くなってっちゃうので、こうやって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 、こんな感じで1枚ずつ包んでいきます。ボンくん、はい、アイスです。はい、凍らせてアイスにさせたいと思います。もう寒い時でもアイスは食べたいみたいなので、このちょっとだけのアイスを食べていきたいと思います。ゼリーですね。あ、そうだね、ぷにょぷにょだね。いちご、レモン、オレンジ、さくらんぼ、ちょっとずつ凍らせたいと思います。はい、おいしかったらいいですね。うん、そうですね。一旦ここに置いておきます。チョコレート、うん、うじゃん、うわー、うん、おいしいね、おいしいね。コストコで買ったサンタさんのクッキー。毎年サンタさんにクッキー作ってて、いつも同じ味になっちゃってサンタさん飽きちゃうかなと思って、このクッキーミックスを買ってみました。しかも安くなってました。かわいい。毎年サンタさんにあげるのも飽きちゃってるので、多分スプラトゥーンのゲーム頼みました楽しみです。置いてきます。あ、なんかサンタさんみたいに運んでます。最後は妹の歯磨きです。子供ハッピーカー初めてセット、前回このねーねに買って、はい、すごくもう未だに楽しんで歯磨きをしていて、はい、私の妹もちょっとやってみたいって言ってたので、ちょっと買って今日やってみたいと思います。はい、どうでしたか、使ってみて。まあ、前回、はい、ごめんなさい。あ、ダッシュ、かわいいミッキー、ね、ちょっと動かしてみます。せーの、うわー、ご飯を作っていきます。めんどくさい。
今言っても忘れます。なんか可愛いやつ。じゃあみんなで分けていきます。
負けよみんな。お正解でしょ。ドーナツじゃないんだよね、ちょっと、うん、ちょっとパズ。そう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 、すごくないこの青、なんかめっちゃ体に良くなった。ねえ、だよね。かわいい。いただきます。まあ美味しいよね、普通に。チョコレート食べていきます。一番美味しいやつね。全部おちゃん全部ね。いっせーので、おちゃんがすごく美味しいやつ、美味しい。じゃ4番目に美味しいやつ。はい、いっせーので。えぇ、ー、そうでしょ。冷凍して解凍して食べます。食べます。チュブ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 ってね。うん、なんかチリアイチと思って頑張った。あ、パパ食べていいよ。そんなに、うん、マジでマジで、うん、なんかこのコタがちょっと、あ、コタ。Fiddler Joe from Kokomo took lessons on a piccolo.